野生のイノシシは強靭な体を持っており、その短く強い足とがっしりとした胴体により森や荒野を駆け抜け、またトゲのある茂みや草の生い茂った獣道を通り抜けることができます。このようなことをできる動物は他にはいません。経験豊富なハンターはイノシシを危険な相手だと言います。猛烈な勢いで衝突されたり、鋭い牙で傷を負わされることがあるからです。このような特徴により、イノシシはしばしば伝説や言い伝えの中に登場します。例えばギリシャ神話にはプソーピス一帯の農村を恐怖に陥れていたエリュマントスのイノシシが登場します。エウリュステウス王はヘラクレスにそのイノシシの退治を命令し、彼は見事にイノシシを捕らえます。さて、ロシアのインターネット上では珍しいイノシシについての驚くべき物語が話題になりました。これは多くの人々のイノシシについてのイメージを大きく変えました。1970年代、私たちの村の近くに毛の黒い15センチもある牙を持つ見た目の恐ろしい巨大イノシシが住んでいました。夏、私たちの村では子供たちが牧草地で牛の番をしていました。この怪物は子供たちが牛を追って通る2本の道の交差点に毎日座り、その小さな目で子供たちを見守っていました。このイノシシは施しを求め、村人たちは何か持っているもの、例えば人参、キャンディ、パンの切れ端などを与えました。イノシシは人の手から直接食べ物を受け取り、起き上がることもせず座ったまま食べました。その日最後の子供が帰ると、イノシシは立ち上がり、堂々とした足取りでねぐらへ戻って行きました。イノシシが寝ていると、子供たちはそばに集めた野いちごを置いてやりました。他のイノシシは村から5キロ以内には近づきませんでした。たまに畑から野菜を盗むことはありましたが、ある日にはある家のジャガイモを少し、次の日には他の家の人参をまた少しといったように慎重なやり方でした。そして国有の畑にビーツなどの野菜が植えられると、イノシシたちが村の畑に現れることはありませんでした。一度だけそのイノシシがいつもの場所に姿を見せないことがありました。朝早く村人が牛を群れにして牧草地へ向かって連れていると、村の中心部の道路脇で見知らぬ3人の女性がひどく怯えた様子で座っていました。その横にはバーシカと呼ばれていたその巨大イノシシが座っていました。見慣れぬ女性たちが白状したところによると、3人は夜村の畑で盗みを働いていました。するとこの怪物に見つかったのです。その時の恐怖はどのようなものだったでしょう。イノシシはこの3人を逃さないように道を塞ぎ、村の中心部へと誘導しました。夜が明けて村人たちが出てくるのを見届けてから、バーシカはいつも通り堂々とねぐらへ帰ったのです。バーシカが老衰で死んだ時、私は村にはいませんでした。バーシカはお気に入りの交差点のそばに埋葬され、そこには今でも石が置かれています。このように村中から愛された少し変わったイノシシのお話でした。ここで皆さんに強靭で知能の高いイノシシについて少しお話ししたいと思います。当初イノシシはアジア、ヨーロッパ、北アフリカに住んでいました。その後イギリス、ジャワ島などにも生息地を広げていきました。イノシシの視力はあまり良くありませんが、嗅覚は優れています。もし風が吹いていれば約 400km の距離でも人間の匂いを察知することができます。イノシシは通常あまり動きません。夏の間にねぐらを離れるのは餌を探しに行く時だけです。食事が済むと休息のために再びねぐらへと戻ります。ずんぐりとした体型からは想像しがたいですが、野生のイノシシは泳ぐのがとても上手です。またイノシシは雑食性で、芋類や植物の球根、果物、ナッツ類、どんぐり、昆虫、幼虫類、さらに小動物の子供、蛇、カエル、鳥の卵やヒナも食べます。イノシシの群れが動物の死体を見つけると、骨になるまで何日もその近くにとどまることもあります。野生のイノシシにとって脅威となるのは主に猫目動物最大のオオカミ、ヘビなどといった肉食動物です。しかし全ての肉食獣が鋭く大きな牙を持ち、大きくて強力なイノシシと戦うリスクを冒すわけではありません。イノシシは
非常に強く俊敏で雑食性の動物です。そして今回の物語が示すように非常に賢い動物でもあるのです。もしこの物語がお気に召したならいいねを押してぜひシェアしてください。また次回お会いしましょう。